皆さん、こんにちは。今、私はギャラリーアークチュルスで、にいます。今から、トロント在住日本人アーティストの木村沙耶さんにインタビューをさせてもらいたいと思います。沙耶さん、こんにちは。こんにちは。軽く自己紹介をお願いします。はい、木村沙耶です。トロントに来て8年目くらいになります。アーティスト兼イラストレーター兼アシスタント、ギャラリーアシスタントとしてここで働いています。はい。はい、今日すごくおしゃれな格好をされてる。全体をちょっと可愛らしいですよね。あ、そうなんですね。帽子とかも手作りなんですか？私はこの部分だけ作ってました、ね。可愛い。玉ねぎみたいですね。はい。それではこのギャラリーについて簡単にお話をしてもらってもいいですか？そうですね。このギャラリーはとまず普通のギャラリーとすごく違うところはお金儲けを目的としていないギャラリーなので、なんていうんでしょうね。こう作品とかがなんていうか人々に受けるものを見せるというよりはこのギャラリーが見せたいものを見せるっていう感じになってて、私はそこは大変素晴らしいと思いまして。はい。どういった流れからここで働かれるようになったんですか？そうですね。最初ゲストとして一回来て、なんか違うと思って、トロントのどこの空間とも違うと思って、それで、ああ、いいですねって言って、何回も足を運んでたんですね。で、そうしているうちに、ここのギャラリーの、キュレーターで、アーティスト・イン・レジデンスのデボラさんとすごく仲良くなって、そうですね、友達になって、それで、ある日突然、ここで働きませんかとお誘いいただいて、でも即答で、はい、働きますって。あ、それが3年前くらいですかね。あ、今は3年くらい働いてる、はい、そうですね、うん、年くらいだったのかな。トロントにこう最初来るきっかけみたいなのは何かあったんですか？それはですね、特にトロントに来ようと思ってなかったんですけど、ニューヨークに行きたいと思って、ニューヨークに行って、で、カナダには来たいと思ってたんで、で、ニューヨークから一番近かった街がトロントで、それで来てみたら、こう居心地が良くて、ここでいいやと思っちゃって、ワーホリのビザを持ってたので、で、働き始めて、お皿洗いとかやってました、最初。なるほどですね。ちなみにそのバックグラウンドとしては、トロントに来る前はこうアートを勉強されてる？そうですね、はい。トロントに来る前は、高校出てからスウェーデンに行って、織物の学校に2年間通ってました。それは全部スウェーデン語でちんぷんかんぷんで通ってました。すごいですね、すごい行動力で。はい。では、はい。This is Deborah. 私のボスです。My boss is boss. デボラさんですね。はい。So, I will talk to you later. Okay. I'm Corey. Hi, Corey. Right. Maybe tomorrow. Yeah, thank you. This is Deborah's work. Yes. This is Deborah's work. Yes. 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 Yes.顔があって足がつけ、あ、足が本当ですね。顔、あ、本当ですね。顔がある。こうスペースとしてはどれぐらいの、はい、何階建ての？これね、はい、階建てか。4階建て。結構じゃ大きなギャラリーですね。長いですね。長い。はい。ちなみにサエさんの作品とかは、私の作品もたまに。あ、そうなんですね、はい、今日は特に今日はこの展示は特にデボラの展示になってるので、はい、すごいいろんな作品がありますね。私が最初にここに来た時も結構個性的なギャラリーだなってすごく思いましたよね。なんかこの展示の仕方とかも、はい、なんかデボラは、なんていうの、結構、なんていうんですかね、額に入れたりとか、まあ、そういう額に入れたりする時もあるんですけど、とかワイヤー使って引っ掛けて、額でくっつけるみたいな、なんかこの、なんていうか、シンプルに、ちょってやっちゃうんですよね。結構じゃあ、このアーティストは、ローカルの人たちが多いんですかね、地元の作家が。この油絵の人が、はい、アルゴンキンパークに、住んでいて、外に出てて、外で書いて、仕上げて、持ってくるという本物の絵描きさんです。ここ
ここがコラージュギャラリーになってます。ここがコラージュギャラリーですね。ちょっと特別に入れさせてもらいます。コラージュマスターなので、常にこう時間があればコラージュみたいな。私がさえさんに出会ったきっかけっていうのも、ここのオープニングレセプションで。そうでした、ね、昨日なんでどこで出会ったんだっけなって思ってた。そうなんですよね。その時にさえさんとデボラさんのコラージュの展覧会があって、はい、はい、ここはまた作風が違う作品が。そうですね、部屋によって変えてます。うん、最初来た時ここにずっと居座っていろいろ読んでたりして、はい、落ち着きますよね結構。学生さんとか来て長く数回して。ああ、そうなんですね。ここから上は階段ギャラリーになってまして、はい、もうひたすら上がるという。本当にいろんな作品がありますね。これ一番上にかかってるのは私の作品なんですけど、ちょっと今電気がついてなくて申し訳ないです。まあ、あのさえさんのホームページとかを、あ、ね、あのまた概要欄の方に貼っておきますので、なんかあの作品とかを販売してたりしますか。あ、たまにするんですけど、はい、これですかね。あの、何て言うんでしょう、依頼を受けて、はい、作品作ってくらいですか、はい、ます。これもさえさん、うん、これかわいい、上からずっと、はい、結構繊細な作風ですかね。そうですね。あ、私もそうなんですね。もう見えるみたいな。はい。あと、下のコラージュスタジオとかってたくさんいらっしゃいますね。これかわいいですね。この下にまた下があの仕事場になっております。仕事場になってるんですね。うわ、すごい。なかなか面白いコラージュがたくさんあります。はい。ここがスタジオみたいな。はい、これみんなでコラージュ作ったりとか、絵描いたりとか。じゃあここに教室みたいなのが。うん、なんかアーティストがこう集まって、はい、集まる時があって、たまに。ああ、そうなんですね。はい、そうするとこうみんなで一緒に絵を描いたりして、それが展示に。ああ、なるほどですね、はい。本当にスタジオっていう感じの。はい。絵なんです。はい。同僚さんで、はい。はい。面白いですよね。この前あのインタビューさせてもらった私の。まあ、友達のアートインストラクターの子がここのギャラリーをおすすめしていたので、うん、はい、なのでこれでとても良かったですね。そのインタビュー内容も概要欄に貼っておきますので、はい、はい、よいしょ。すごい、あ、すごい本もいっぱいありますね。そうなんですね、はい、どんどんできるんで。そうですよね、もう本当にたくさんのアイディアで埋め尽くされているような、はい、すごいたくさん本当に、はい、はい。この人もすごいんです。あ、本当ですね、うん、これで同じ方ですかね、さっき。あ、サイさんはトロントについてアーティストとしてトロントに行ってこうどう思いますか。一番最初住みやすいなって思ったのはやっぱりまだ続いていて、はい、うん、やっぱりアーティストとしてこうサポートしてくれる人がいっぱいいる気がするんですよ、うん、やる気がある人、うん、やる気がある若い人をこうサポートしてくれる、はい、あ、なんかそういう点ではやっぱり、うん、生きていきやすい街だかな、うん、みんな結構助け合っている感じがしますよね。そうですね、うん、これからもしあの海外に行っていろいろ活躍したい、活動したい、うん、若者の人たちとかに、ね、一言こうメッセージで、はい、あ、なんかこう海外に出るって一言で言ってもいろいろあると思うんですけど、うん、なんかこう多分いろいろ行ってみるとこう自分に合った場所っ
ていうのがあると思うんですよ。それはもしかしたら一番最初に行った場所じゃないかもしれないし、うん、いくつか行かないと見つからないかもしれないし、うんうん、もしかしたらそれは脳に戻るかもしれないし、それはそれで素晴らしいと思うんですけど、うん、ぜひもし出てみたいと思ったらぜひやってみる、諦めずに、うんうん、やってみたらいいと思います。はい、ありがとうございます。とんでもないではまたさえさんの作品概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひお楽しみください。それではバイバイ。